山高ビルは山形県山形市霞町3丁目にある商業ビルである。山高が管理を行い、また山高バスが運営するバスターミナルも設置されている。高度経済成長の進展によって山形市においても山形駅前大通りの再開発が避けがたい問題となった。しかし、駅前には当時の新関善八山形市長が誘致に奔走し、1913年9月から操業を始めた日本船売公社山形工場があった。市は駅前大通りの再開発を進展させるためには最大の敷地を要する山形工場の移転が肝要として1960年頃から山形商工会議所とともに陳情や交渉を重ね、市は船売公社から生産システムの近代化を図るため条件さえ合えば移転しても良いとの言質を引き出し、さらに、その後の交渉で、船売公社は敷地、建物の売却は困難だが、かねてから他の施設を建設するため目星をつけていた東京都渋谷区南平台 12-1 の土地を市が買収し、船売公社に提供すれば、山形工場の倉庫部分を除いた土地を市に提供するとの交換条件を示した。市は、船売公社のこの要望に応じることを決定し、交換契約は成立した。このような経過を経て、山形工場跡地の再開発は、駅前の整備計画事業の一環として、財団法人山形市開発公社が整備を担当することとなり、市が取得した土地と建物は市開発公社に移譲された。1971年1月、市開発公社から、工場跡地を取得した山形交通が再開発ビル建設を目的に資本金5000万円で山高ビルを設立し、翌年6月15日、地下2階、地上8階の複合商業施設をオープンさせた。ビルには大英山形店がキーテナントとして地下1階から地上4階まで出店。5階以上にはボーリング場、映画館、バンケットホール、さらに診療所のほかレストラン街である味の名店街が設けられた。1989年4月には、ビル後方のバスターミナル上にプールを新設し、さらに改装した6階に。山高ビルは、バスターミナルであることや、山形駅に近接する交通の利便性もあり、市内における有数の商業施設の一つとして数えられてきた。しかし、モータリゼーションや市郊外における住宅地の開発に伴うドーナツ化現象などから、徐々に客足に陰りが見え始めたため、2001年に家賃を半額に引き下げた新契約を結んで、大英山形店の営業を継続させた。そうした家賃の引き下げにもかかわらず、大英時代の業績不振も重なったため、その店舗の統廃合の一環として2005年11月20日に、大英山形店は閉店して撤退した。2006年3月18日には、大英の撤退した店舗跡の一部には、地元スーパーである山沢が出店して、テナントとして営業を開始した。上層部には雇用を生み出し、山形市中心市街地の活性化を図ろうと、空きテナントへの入居者が長らく募集されていたが、2007年11月28日に、NTT 東日本山形支店のコールセンターが設置されすべてのテナントが埋まる形となった。また1階には三越伊勢丹ホールディングスが展開し始めている地域、密着型小型店の一つとして、MI プラザ三越山形店が同 HD 傘下である仙台三越によって2014年3月17日に新規出店している。このほか2018年3月8日には、同年1月末で閉店した十字屋山形店に出店していたテナント等が改装工事を終えた山高ビル2階で営業を始めた。事業主であるゆとりやグループ傘下である山高ボールやバンケットホールはオープン当時から変わらず営業している。また、下記のビル屋上にて営業されるビアガーデンは夏の風物詩の一つでもあり、スポーツクラブとしては老舗となる。トップロードは、同ビルで20年以上の歴史を刻んでいる。山高ビルホームページを参照。山高バスが運営しているバスターミナルで、山高ビルのオープンとともに設立した山形市近郊、郊外の路線バスと長距離高速バスの発着点となっている。乗り場はビル1階部分の北側と南側に分かれており、南側が主な発着点となっている。また、南側乗り場には案内センターが設置されており、各種乗車券、定期券の購入や時刻表を手に入れることができる。2005年までは山形行きの路線バスの多くは山高バスターミナル止まりであったが、2006年春のダイヤ改正の際に終着点が山形駅前へ変更され利便性が高まった。山高バスターミナル南側乗り場、ありがとうございます。